11月3日 gu かけるビューティフルピープル第2弾発売となります。<laughs> 今回はですね GU×BeautifulPeople 第2弾全肩袖を通してプレスルームで確認してきたこの私がこれだけは絶対に押さえておいた方がいいというマストバイを5つほど紹介させていただきますただ注意してください今回おそらく前回と同様に販売初日に即日完売するアイテムが出てくると僕は思っております今回紹介するマストバイの中おそらく僕が予測するに1点は必ず完売してると思います ので欲しいと思った人は早めに動いた方がいいと思いますあとぐらいぐらも言っとくけど転売はやめようなお兄さんとの約束だぞ はいというわけで今日は GU×BeautifulPeople 第2弾でございますマストバイ5つほど紹介させていただきますその前に毎週日曜日私自分のブランドの MV アイテムを必ず新作を発売しております日曜日にね毎週日曜日夜9時からです興味のある人は是非概要欄の MV アイテムスタンドリンク踏んでみてください見てもらえるだけですごく嬉しいので是非よろしくお願いしますそれではいってみましょうまず今回の GU BeautifulPeople マストバイマストバイ1つ目カバーオールストライプビューティフルピープルセットアップ化の 5,990円でございます。 まあどう考えてもこれが上がってくるだろうとおそらくその事前のねそのページを見てる方も思ってるとは思うんですけれどもやっぱりこれがすごくかっこよかったですちょっとビューティフルピープルの説明だけ先にさせてくださいこの MV チャンネルの方でもビューティフルピープルはえっとプレスルームにお邪魔して GU× かけるじゃなくてね本家の方にお邪魔してブランド紹介みたいなことをやらさせていただいています是非興味がある人はその動画も見てみてください本来ですねコレクションブランドなので GU と一緒に何かをやるっていうのは全く関係ない 考えられなないような特にこう海外でライダースデザインのライダースとか海外で評価がすごく高いブランドなんですけれどももともとデザイナーさんはあのコメディギャルソン出身の方で発想力もですね使ってる素材も桁違いにいいのがビューーティフルピープの大きな特徴だと思います海外ですごく評判がいいんですけれどもまあ量販店と組んで何かをやるみたいなブランドではないんですけれども前回今回とですね奇跡のコラボということで GU と組んで安価な値段設定でやっていただいております。すすごくいいですねこのコラボ でビューティフェルピープルのいいところっていうのはかなり遊びのあるデザインが多いんですねなんかサイズ展開とかも他のブランドのサイズ展開と全く違うしデザイン性だったりとかも、まあ、スタンダードなねジャケットだったりとかロングコートとか。 ススラックスだったりとかモチーフとしては結構スタンダードなものをモチーフにしてるデザインモチーフにしてるんですけれども何かボタンをこうちょっとこうなんだろうなチャンキーなボタンにしたりだとかそのパターンを変えたりだとかシルエットを面白くしたりだとか上下逆さまでも着れるダブルエンドっていうね仕組みにしたりだとかなんかねいろいろ凝ったことをやるような面白みのあるようなブランドです。ただだそのの面白みああるるるっっててていう発発想想力力けででで戦ってるブランドではなくて発想力でその遊び心あるととともに例えば、えー、とアルティメイトピマ 他のブランドが使ってないとんでもないいい素材などを用いてその遊びのあるデザインを提案しているのがのすすごくいいいとところだと思いますで今回 GU のコラボレーションになると、まあ、もちろん素材で追求することはなかなか難しくなってくるだってこれ5,990円のジャケットなんで、まあ、当然値段の限界があるから BeautifulPeople 本来の遊び心はあるけど素材感は一級品っていうそのバランスっていうのはちょっと使えなくはなるとは思うんですけどそれでも GU コラボでかなり頑張ってるとは思います。 今回のこのストライプ生地のカバーオールもですね生地感としてはすごく高級感がありますいわゆるワーク風の,あの分厚い生地になっていてこれ動画とか写真で見ると分かんないと思うんですけど意外と素材感は硬いですでこのジャケットっていうのは、まあ、どういうコンセプトかっていうとこれは結構皆さん見てなんとなく想像つくかもしれませんけれどもワークウェアであるカバーオールとドレスウェアであるテイラードジャケットを綺麗に融合させてるっていうのがこのカバーオールの大きなポイントかなという いうふうに思うんですね。だから。 すすごごくくカジュアルなな印印象象とすごくドレッシーな印象これどちらも持ってるからデニムパンツを合わせても崩しすぎにならないし綺麗な細身のスラックスを合わせても決めすぎにならないっていうとこが今回のアイテムのいいところじゃないかなというふうに思っています具体的に言うとテーラードジャケットのパッと見のデザインになってるんですけども実は生地はですねテーラードみたいな落ち感のあるウールとかではなくてガシッと分厚いようなコットン面するポリエステルの生地を使ってますこれはもうワークの素材ですねでもストライプの柄使い ととかはちょっっクラシカルななものになってますよねでポケットとかも通常ドレスウェアのジャケットだったらポケットってフラップポケットとかになりますけど今回パッッチポケットにしていててていいワーークウェアのディティールを守ってるっるう感じですねでボタン類も通常のドレスウェアの水牛ボタンではなくてリーバイスとかねカバーオール系で使うようなドーナツボタンを使っていて、まあ、そういったディティールだったりとか素材使いだったりとかは、まあ、ドレスウェアであるジャケットなんだけどもパッと見は確かにテイラードなんだけども実はよくよく見てみると ワークウェアとかカジュアルの要素をたくさん詰め込んであって決めすぎにならないようにでもくじすぎにもならないようにっていうところを気を使って作成されているのが非常によくわかりますで色味もですねダークグレーカラーとネイビーカラーということでワークっぽくも感じるしドレスウェアっぽくも感じるちょうどいい2色を展開しているこれが例えば黒を展開しない理由っていうのは多分ワー,クにワークから離れすぎるからだと思うんですよね。 黒を展開しちゃうと当然ドレスな印象が強くなってしまうワークウェアで黒ってあんまり見かけないので 通常ライトグレーとかダークグレーとかあとはそのネイビーとかですよね作業されてる方道歩いてて作業されてる方とか工事されてる方の着てるものとか見てもらうと分かるんですけど大体いいグレーとかネイビーなんですよワークウェアの範疇を守りながらかつドレスウェアとしても違和感のない色っていうところを考えてやられてるのかなというふうに思いますウエストのシェイプこうウエストがグッと細くなる部分もテーラードだとこの胸の下あたりにグッとこう細くする部分を入れるんですけれども今回あまりウエストのシェイプを入れておらずですね ワークウェアみたいにちょっと裾に向けて少し広がってるような形になっていて古着でいうところのプリズナージャケットとかあの辺に近いかもしれないですねプリズナージャケットって刑務所で着られてるジャケットのことをプリズナージャケットとかって言いますけどプリズナージャケットにちょっとテイストは近いかなというふうに思いますこれはね誰が着てもそれなりに様になるアイテムだと思いますので特にですね今回あのワイドスラックスとセットアップで着ることができるのでセットアップの着用がすごくおすすめですねぜひ試してみてくださいはい続いてえータックワイドパンツストライプビュー ビューティフルピープルピププセッットア4990円これは今説明したえジャケットの下になるアイテムですねつになるセットアップアイテムですねこれはもう僕が言わなくても間違いなく皆さんあの服好きな方だったらこれチェックしてると思います僕が多分予測するにこれ初日完売になるんじゃないかなもしくは ML とかの一番メインのサイズに関しては多分初日でなくなる、まあ、全部なくなるかどうかはちょっと分かんないけどネイビーとかダークグレーどっちも言えると思うんですけど ML は多分早い段階でなくなるんじゃないのかなと思うの 気になる人はぜひチェックしておいてくださいいわゆる袴シルエットですね最近すごく増えてきました海外コレクションを中心にウエストがハイウエストで裾に向けてドーンと広がったワイドフレアの形を、まあ、袴って言ったりしますけど袴シルエット袴シルエット今すごく多いですねマルジェラもやっててドリスもやってて、まあ、イブ・サンローランとかもやってますし袴のシルエットってむっちゃくちゃ多いですけどバレンシアガとかもやってますね結構クラシックなものづくりされてるブランドとかでも袴の提案とかって少ししてるゼニアとかも、ね そういう袴っぽいシルエットのものとかは結構ありますけれども、まあ、そういったその範囲ブランドとかが注目しているネクストトレンドが袴ですね、まあ、ちょっと前からあのじわじわとね広がってはいましたけれどもいよいよ本格的に浸透するタイミングが来たのかなというふうに思っていますこの GU のまあコラボの企画とはいえ袴のシルエットに手をかけてるっていうのは本当にすごいことだと思いますしここから多分火をつけたように何年かかけて袴のシルエットっていうのは流行ってくるのかなというふうに思います。個人的にはですねメリハリハのあるシルエットとは なといいう,うに思っていて今までワイドパンツっていうのは土管みたたいなシルエットが多かったんですよ上から下までウエストの部分から裾にかけてドスンと落ちてるような土管みたいなシルエットがいわゆる今までのビッグシルエットの文脈におけるワイドパンツだったと思うんですけどはかまってメリハリがあって腰位置が上で腰の周りは結構細いんですよね。 ピタッと腰の周りが細くて裾に向けて広がっていくっていうのが袴のシルエットまっすぐ落ちてるかそれとも A ライン状に落ちてくるかの違いなんですけど A ライン風に落ちてきてる方がウエスト周りとかもも周りは多少スマートに見える分同じワイドでもちょっと袴の方が上品に見えがちですね。なので 袴シルエットのいいとこと悪いとこあると思うんですけどいいところはパッと T シャツとかと合わせたりスウェットとかと合わせたりするだけで本当に存在感が出てモードな着こなしだなって分かってもらえるところが袴シルエットのすごくいいところだし逆に言うとそのメリハリのあるシルエットのおかげでですねちょっとレディーライクになるのでもうシャツ黒シャツで黒の袴パンツであのレザーシューズでとかってビジュアル系の生き残りみたいになっちゃうのでこの辺のバランス感覚っていうのはないとまずいかなというふうに思いますけど今回「ビューティフルピープル」のコラボでは これ硬い素材でワークウェアっぽい素材感で袴シルエットを作っているのでなんかそのあんまり決めすぎてないそれこそビジュアル系の残党みたいにならないのがまあ、大きな魅力かなと思いますだからあんまり気にしなくてもちょっとここまでのワイドって履いたことないって思う方でも意外と 濃くできると思うのでそういった意味で僕は初心者向けかなという風にも思っていますただ個人的にはやっぱり落ち感がある方がこのワイド感っていうのは少し薄れて履きやすくなると思うのでもうちょっと落ち感があった方が 多分一般受けはしただろううなとは思うんですけれども、まあ、ただ4990円で袴シルエットは楽しめるっていうことで入門編としてはすごく向いてるんじゃないかなというふうに思っています続いて、えー、ニットプルオーバー長袖ビューティフルピープルを1プラス X3990 円こちらがマストバイ3つ目とさせてくださいベートーベンの柄をその糸で表現してるっていう感じですかねまあジャカードみたいな表現の仕方ですけれども、まあ、通常ほらこういうプリントとかで出すあプリントじゃないこう柄出す時って普通プリントとかで 出すすわけですけでど T シャツとかそうだよねなんだけど、まあ、スウェットとかでもそうだよねプリントしたりとかするけどこれはまあ糸でねジャカードとかで、えー、こう凹凸とかで見せてるわけなのでちょっと手間がかかるわけですよ。で「ビューティフルピープル」はこれが本当に得意でもっともっと細密なその表現で風景だったりとかさいろんなものをジャカードで表現するわけなんですけれども今回結構 GU とのコラボなんで3,990円ってこともあって目が少し荒いんですね。 でもそうですねビューティフルピープル僕も長いこと買ってますし大好きですけどどうなんですかねビューティフルピープルファンからするとこれパッと見てちょっとこれ目が荒いから安っちいなって思う人ももしかしたらいるのかもしれないけど個人的には正直これもありだなと思いました。っていうのも今回選んでる生地っていうのがこのニットの生地っていうのがそもそも若干肝がかっててグランジっぽいような風合いになってるんですよ。これねね素材が、ね、アクリルルウールナイロンまあもうちょっと とアクリルウールナイロンポリエステルポリウレタンの混棒なんですけど、あの主となる成分はアクリルなのね。だからちょっと毛羽立ちがあって、なんか要は古着のグランジっぽいニットにみたいな雰囲気になってるんですよ。でそこで細密な表現をするよりも、こうやってちょっと目が荒いぐらいの方が。 なんか昔のロックティーみたいな感じ雰囲気でいいんじゃないかなとは思うから僕これ目が粗いからといって別に過剰に気にに気すすることともなないかなとは正直思ってます、まあ、本当にね生地とかにうるさい人とか、まあ、こだわりが強い人とかの一部はもしかしたらこの目の粗さが気になるとか子供っぽいとかチャッちいとかって思うのかもしんないけど。 なんかうまいことできてる気がするんですよね。こう古着っぽさの中でまあ、古着ってこういう目の洗い。こういう柄ニットとか確かにあるよね。とか。 っていう僕はそういう好意的な解釈をしてるので3,990円っていうその限界の枠組みの中でよく頑張ってるなというのは僕は評価してあげたいなと思いますで、黒ベースにオレンジカラーとあと一部ブルーカラーですねこのビビットな色味を入れてるっていうのも僕すごくいいなと思いますこういう柄使いのニットっていうのはややそのシックな色味にしないとメンズではなかなか売れないんですけれどもあえてその差し色になるようなオレンジカラーを使って僕みたいなそのモノトーン の着こなしが好きな人にとってはまあ、こういうちょっとピンポイントでねあのアクセントとなるカラーが入っているニットっていうのはまあ、黒コート着て中も黒でパンツも黒でなんか結局真っ黒になっちゃうなみたいな人が1枚入れてあげるとちょっとねあの着こなしの変化を感じさせるでも過剰に子供っぽくなるわけじゃないオレンジの面積がむっちゃでかいわけでもないのでっていう意味で すごく使いやすいアイテムなんじゃないかなというふうに思います。メルマガであの僕メルマガやってるんですけど。メルマガではジーユービーティフルピープルのこの全方レビューっていうのをやっていて。 でかなりメルマガででで辛口で話してるんですね YouTube ではやや甘口で話してますけどメルマガでは結構辛口で喋ってるんですけどなんだかんだ BeautifulPeopleGU のコラボレーションすごくおすすめしたいけどじゃあ MV さん私服で着るんですかって言われたらはっきり言って私服ではそんなに着ないなって正直思っちゃうんですよ。まあ、っていうのもだって僕本家の BeautifulPeople の展示会行って買い付けさせてもらってるしいろんなブランド買ってるしあえてこれを着るって,って自分のワードローブの中そうブランドものもいっぱいあるしさその中で、まあ、いくら GU 理由がいいって言っても体一つだからこのせっかく肩高いの着ないともったいないよなっていう意識が働くじゃないですか。普通に考えてね結局ブランド買い物がいいんじゃんとかじゃなくてあなた自分のことに置き換えて考えてみなさいよって話でさあの高いものと安いもの並んでたら当たり前だけど普通に考えたらこれ着ないともったいないよなって感じ着るじゃん。 ただそれだけの話なんだけどそのくびきを超えられるものこそすごいものだと僕は思うんですけど僕このニットプルオーバーバは普通に着るかなと思ったんですよねさっきのタックワイドパンツとかは正直めちゃくちゃいいアイテムだけど袴パンツは僕すごい好きで集めてるから。 あえてこれを履く機会は多分ないだろうなって正直思うんですよでもこのニットのプルオーバーはこの網目の粗いこういうロック風の T シャツまあもちろん T シャツじゃないスウェッニットかロック風のニットまあベートーベンモチーフなんだけどベートーベンモチーフだけどこれだってさこのこういうプリントニットみたいなのってさあのロックとかグランジの領域でしょロックとかグランジの領域でまあ、こういう目が荒くてサイズ感も良くてでもかつ古着っぽくて なかなかないからなんか僕これリアルで着るなとちょっと思ってるんですねだから本当におすすめはまあ僕個人的には袴パンツ履いたことない人多いと思うから今回タックワイドパンツとりあえず履いて良さ知ってくださいねとは言いたいんだけど正直自分的にはこのニットプルオーバーもしかしたら一番着るかもなと思ってるぐらい評価しています続いていきましょうえっ、ー、と「裏ボアトラックジャケットビューティフルピープルセットアップ可能3990円」これいいですね何ていうか このグレーーカラーがいいよねこのブラックカラーは比較的その普通っていうか着回しやすくてめちゃくちゃおすすめなんですけどグレーカラーに関してはこのライトグレーとアイボリーとサックスブルーのこの色の組み合わせが往年のクレージュっぽいよね90年代とかでクレージュが一番イケてたまあ一番はもっと前か分かんないけど、まあ、90年代もクレージュ再燃したじゃないですか。昔にも、ね、あのクレージュすごい人気だったけど あの当時のクレージュを思い出させるっていうかちょっと古めかしいんだけどモダンさが香るようなクレージュの感じを思い出してすげえいいなと思います。今クレージュってね あのメルカリ市場とかでもかなり高値で転売されてることが多いと思いますけれども古着の,そのブランドの中ではね評価の高いとこですよね今もクレージュってねリブランディングして新しいデザインでやってますけど日本だとなかなか流通してないですけどね銀座のドーバーストリートマーケットとかそういうちょっとね相当服が好きな人じゃないとあのアプローチできない場所にしかセレクトされてないと思いますけどクレージュっぽくてすごいかっこいいなと70年代レトロっていうか。 この70年代レトロな組み合わ色の組み合わせでサイズ感が今っぽいものって古着で探そうと思っても出てこないんですよこのの配色のセンスさすがだなって思いますねだからこのレトロなカラーリングでなんかこのレトロなカラーリングって妙に説得力があるんですよねそのモダンなカラーリングでモダンなシルエット今のビッグシルエットにするとまあよくある服だなって思うんだけどこの。 レトロなカラーリングでモダンなシルエットって明らかに古着っぽいのに何でこんなかっこいいんだろうって思わせてくれるからなんか説得力がつくというかね全部モダンじゃなくてねこのカラーリングレトロにしてるのが僕的にはすごく好印象ですねこれにワイドのパンツとか合わせるだけでもすごくかっこいいと思うし今だとブーツカットののデニムととか合わせるるもめちゃくちゃゃくイケてると思いますねまああのそんな細かいうんちくクレージュっぽいとかそんなん置いといても普通にトラックジャケットとしてクオリティすごく高いと思います。あの普通の トラックジャケットよりも裏地が毛足の長いフリースみたいなのになってるので防寒性もすごく高いし。 コートのインナーにしてもいいし意外と寒い結構寒い時期までアウターとして使えるんじゃないかなというふうにも思います、えー、袴のシルエットってかなりワイドシルエットなんで上こういうタイトめなタイトっていうか、まあ、ショート丈ぐらいのアウターで合わせてあげると綺麗な A ラインができるのでシルエット的にもすごくこうおしゃれに見えやすいですなのでタックワイドパンツとかあのこの後紹介するトラックパンツとか買われた方はもちろんこっちも合わせて買ってですね A ラインにするっていうのも着こなしとしてはありかなというふうに思います。 さあそしてマストバイ最後ウラボアトトッッックパンツビューーティフルピープルピププセ円こちらも多分早期完売するんじゃないのかなというふうに思っています、えー、ビューティフルピープル得意のトラックパンツですねいつもの通りですけれども裾にににスナップボタンででフレアにできる仕様になっていますこの辺もなんか7080年代ぐらいの古着でよく見かけるようなシルエットじゃないやギミックですけれどもシルエットはモダンになっていていわゆる袴パンツをほんの少しこう細くしたぐらいの感じですね なので袴パンツ初心者にもいいと思いますカラーリングもすごく上手ですしあのロゴもねあの気になる人いると思うんだけど GU っていう文言全然書いてないんですよだからビューティフルピープルとしか書いてないので GU かどうかが分からなくなってるからこの辺も上手だなというふうに思いますまああのワイドのシルエットのトラックパンツってなんだかんだ皆さん持ってないと思うんですよねニードルスのパンツとかも結局結構細いじゃないですかニードルスは膝出るるパンツって言って太いのも展開してるけど あれほとんど服付きしか履履いいいてててななくて普通のの人全然履いてないので多分トラックパンツってみんな細いのばっかり履いてると思うんですよね。で細いトラックパンツもかっこいいと思うんだけどこういうぶっといトラックパンツとかも。 あのロングコートとかに合わせたりするといいアクセントになるのでぜひよかったら試してみてください特にグレーカラーすごくおすすめでグレーカラーいつも着てるロングコート去年とかも買ってきてるロングコートとかに合わせるだけで一気にちょっと印象変わるので面白いアイテムになってると思います、まあ、いずれのアイテムも言えることなんですけど今回はユニクロにおけるユニクロ U とかと違って全然その守りに入ってなくて結構攻めてるアイテムが多いんですよねなので まあ普段だったらそういうデザイナーズの攻めたアイテムっていうのはかなりの金額を出さないと体感できないものだと思うけどそれが3,000円とか4,000円5,000円ぐらいで楽しめるっていうところに今回のコラボの価値があるかなというふうに思います、まあ、特におすすめはワイドパンツ類ですねタックワイドパンツと,、えー、とウラボアトラックパンツこの2つに関しては普段着ているもののコーディネートの印象全然変わってくれるのでアウターはもうこの時期だし買っちゃったっていう人もそこそこいると思うんですけれどもパンツ買ってですね印象をチェンジしてみる。 去年のコートまた今年も着なきゃいけないけどちょっとこう飽きてきたみたいな人がパンツちょっと変わったパンツ入れてあげるとまたコーディネートの感覚まるで変わってくるので幅が広がって面白いかなというふうに思いますでかつ値段も安いでしょなのですごくおすすめでございますちなみにですねサイズ感今回相当難しいです、えー、カバーオールに関しては僕 XL 基本僕 XL ぐらいでした 175cm66kg の僕で XL ぐらいがちょうどいい ですけど今回紹介したものは全部 XL でいいかなトラックジャケットだけちょっとショート丈なんで WXL でもいいかなっていう感じはします結局今回のコラボレーションってメンズレディースどちらも合わせたユニセックスなんでサイズ展開がまあ女の子も着るし男の子も着るっていう感じになってるから XS から WXL で感覚的にはいつものサイズよりもワンサイズ上げた方がいいかなぐらいがあの僕の感想ですなので いつも L 買ってる人は XL いつも M 買ってる人は L ぐらいが多分ちょうどいいんじゃないかなというふうに思いますそれ以外にもですねチェックボアブルゾンだったりフェイクレザーコートだったりタートルネックロングセーダーだったり惜しいなーってアイテムも今回多かったですチェックボアブルゾンに関しては、まあ、もうちょっと古着っぽい洗いかけてくれたかあの素材だったらもっと説得力出たかなと思うしフェイクレザーコートはちょっとこう夜っぽい匂いが強いんですよねもう少しその襟の形 形とかをちょっとちっちゃくしてくれた方が使いやすかったかなーって思ったりタートルネックロングセーターはレディースとメンズどっちも使えるようにユニセックスで作ってるからこそ身幅が少しもうちょっと欲しかったかな身幅幅と肩幅がもうちょっと欲しかかっったかなっていう感じなのでまあ女の子だったらいいんだけど男の子が着ると少しこう窮屈に感じるんじゃないかなって同時にレディースを無理やり着てるっていう雰囲気に見られちゃうので。 なんかその辺のパターンのパターン上の限界だと思うんですけどちょっとその辺が気になって惜しいなって感じではありました。 ただ全体的にはすごくいいコレクションになっていたと思うし、えっ、ー、と、おそらくユニクロ GU のコラボレーション、今回で一段落なんじゃないのかなというふうに思うので、買い逃しのないようにぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今日はこの辺、えー、私、メンバーシップやっております。YouTube メンバーシップではすごい更新頻度でですね、マニアックな情報をバンバン出しておりますので、ファッションを専門的に勉強したい方は、概要欄メンバーになるボタンから参加してみてください。また、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もお忘れなく。 それではまたお会いしましょう。MV でした。バイバイ。